松下さとみの音楽っていいな。はい、皆さんこんばんは、松下さとみです。5月27日の第4木曜日、今日も葛飾区立石にあります、葛飾 FM かっちゃんスタジオから生放送でお届けしていきます。1時間最後までお付き合いください。今日はちょっと焦ってますなぜかというと、本当は、5時ぐらいまでにはいつもスタジオに入るはずなんですが、5時40分に着きましたやばいはい、まず一つは、出たのはいつもの通りなんですけど、出発は今日はね、雨も降っていたせいか道のね、車の量がちょっと多かったです。そしてやっぱり雨のせいかトロトロとやっぱり安全ね、運転モードがかなり厳しくなっていたので、なかなか前に進まないというような状態、あちらこちらでちょっと渋滞があったので、今日はいろんな道を、いやもうこっちから曲がってみようとか、こっちから回ればあの道に出るはずだからっていうナビもなしに勘で走ったんですよ。そしたら前半戦すごくうまくいったんですよ。まあ、これ予定通りに、まあ混んでるけど5時10分には着くぞと思っていたところ、最後砦ですね、琴戸橋、の付近を、まあ、渡った後なんですけども、琴戸橋の付近のあたりなんですけれどもね、あそこに、タワーがあるじゃないですか。あ、今日は曇っててタワーの足元しか見えない、股下しか見えないっていうぐらいのすごい水蒸気と雨となんか雲というか、あら今日はこんな景色なんだなーなんてぼーっとしてたら、いつもは、私は東京の、世田谷の方から走ってくるとですね、あのタワーの左側の道をこう走って6号線にぶつかるように、走ってくるわけなんですけども、ぼーっとしていたせいか右側、あんまり普段行かない右側に行ってしまいまして、でもまあね、帰りはねこのコースからも帰ったことあるから大丈夫大丈夫と思ってバーンと走っていったんですけれども、なんかねタワー過ぎた後からどんどん右の方へ右の方へ右の方へなんか自分がカーブしていくんですね。道なりに走ると、あれこんなはずじゃなかったな、あっち側と平行に走んなきゃいけないはずなのに、おや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 なんて言ってる間に、わけのわからないところ、なんか墨田区とかなんか どっちの方まで行ったのかももうそれさえわからない、さあ私はどこにいるの、ああどうしよういろんなことをですね、もう巡り巡り頭の中で巡りながら、でじゃあナビつけろよっていうかGoogle やれよって言われそうなんですけど、私あんまりこう ギガ系のやつあれをマックスにしてないもんで、それやっちゃうと今度 LINE ができないとかいろんなことを考えちゃって、ケチなことを考えて、いやこっちの道で行ける行けるでね、ようやくね、なんかあっちの方で、あっちの方つっても分かんないよねもう亀戸までせっかくまた戻ってきたのに、またこう反対の方どっか行ってるんですよね。で知らない狭い道に入っちゃって、あすごく下町豊かな道だななんて思いながら、早く私は6号という大きな通りに行きたいんだと思ってもなかなかそこにたどり着けなかったんですが、ちょっとある病院の送迎バスがあって、あのバスは絶対大通りのところに行くはずだと思って、それ追っかけていったらうまいこと6号に出れられまして、なんとか40分にね、着きましたということで、いや本当に今日は、今日も演奏してくれる、してくださる大島さんには本当にドキドキさせてしまったと思います。そんな大島さんを紹介します。どうぞ大島さん、ごめんね今日は。いえいえ、いつも安全運転大島則夫でございます、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は10分ぐらいに着くからちょっと先にセッティングでもしててねみたいな感じの時は、はいはい、まあまあそんなこともあるだろうと思ったでしょ、別に大した問題じゃないと思ってたでしょ、
で15分になっても来ない、そうなんです、待てど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 暮らすわけじゃないけど待てど待てど来ないもんで、だんだん不安になるよね、なりますね。で電話をかけるにも、ちょっとナビをさやっぱりやろうかなとかちょっと触ってたら電話できないじゃないとかなんかいろいろなって、どうしようどっちしようみたいなことを迷ってる間に、ヤヒロとか引き船っていうところ、いつも見慣れた駅の名前が出てきたんで、あ、これまっすぐ行けばなんとか行けるだろうっていうことで、もうちょっとしてから電話しようと思って待たせる人の気持ちを考えずに、まあ、とにかく安全運転で、ね、ああいう時に事故るからね、でもなんとか6号線にやっとたどり着けていや本当よかったね、よかった参った参ったということで、なんか最近ほらやっぱりこう皆さんコンピューターで連れてってもらってるじゃないですか普段はい、そうですね、もう頼り切ってます、頼り切ってるでしょ、はい、昔って自分の勘で走ってたじゃない大体、はいはい、でも西も東もなんかさもうあの浅草橋で亀戸の前通って、で左に曲がって通りの名前を全然分かんないもんで左に曲がってなんとか川沿いの横の道を走ってきてね、いい感じに来てたんですけど、どっからかがなんか島中とかがあったりなんか平井橋とかなんかが出てきて、どこやねんここ平井橋なんか私渡る必要あったっけとか思いながらもうなんかマンションとかね住宅街になっちゃって、今度はまあここには葛飾 FM ないよなもうおまわりさんに聞こうかと思っちゃう、立石どっちですか今更でも、ね、ナビ見ろよって言われそうで聞くに聞けないという、冒険してきたんですね、冒険しちゃった、あんまり良くないねいやいいと思いますよでも最初すごくうまくいったんだから、靖国通りのところで大渋滞してたから、はいはい、あそこちょっと手前ピョインと靖国神社の方行かないで、内側をインして、ほんでなんか新聞社のところエーンってこう左曲がってとかつって、そう、それでそうちゃんと神田スポーツとかいうとか神保町のところにちゃんと出れたんですよ、オッケーって思って調子に乗ってました、まあまあまあそんなことで今日は本当にね音合わせもちょびっとしかできない中で、はいはい、動揺もすごくあるのでなかなか今日はねスリリングな日になりそうですこの番組はですね、大きなお庭から小さな敷地、どんな場所でもきれいに剪定、お手入れをいたします、東京都調布市にあります造園業神代の庭がお届けしていきます。ふう、もう造園業さんも今書き入れ時、あ、そうなんですか、あ、だんだんやっぱり消毒とか、はい、あとなんつんですか、まあ、あのね、椿とか、ああいうのには茶毒化という虫がつくんですね、白い、はい、もにゃもにゃもにゃとこうゲジゲジの白いやつが、はい、いっぱい卵を産みつけて、これから繁殖、もう繁殖してるみたいなんですけど、ほうほう、あれに刺されると全身失神、はい、もうかゆい、私もこう刺されたことあるんですけど、知らないで触っちゃって、あら綺麗なお花なんて思って触ったらシュワーって、知らない間にこう飛んでるんですね毛がね、きっと白いもじゃもじゃ、それがこう皮膚の中、服の中にも入ってって当たるとね、急に痒くなって、細かい湿疹が首筋とかできちゃって、だからね、お家にそういう椿とかがあるようなお宅は、必ず1年に1回この時期とかには消毒剤で虫を寄せつけないように、嫌がるように巣を作らない、まあ、卵を産みつけられないような状態にして、あげた方が葉っぱも食べられちゃうのかな、ね、やっぱ餌だもんね、綺麗に保てるし、買い替えにならない、お孫さんとか遊びに来てね、かゆいかゆいになったらかわいそうだからね、お庭に、そういった意味でもやっぱり剪定細かくこう
風通しよくするための剪定、あと形を整えるための剪定、そして、虫たち害虫駆除のための消毒っていうのはこの時期結構大切っていうか必要とされてるみたいですね。はい、というのでね、もしあの皆さんの中でもお困りなことがあったら神代の庭さんにご連絡を、あのフェイスブックで、いろいろなんかやってるらしいです。やってるらしいです。なんで一言ない。あのそんなにね、あの常に更新してる感じではないんですけれどね。はい、あのご本人ね、社長がいつも自分で切ったりとかしてるもんで、写真を撮る暇がないんですって。なるほど。つい、あ、いっけねとかってビフォーアフターをたまに載せるんですけどね。ついつい夢中になると忘れてしまって、はい、お手入れに専念した挙句写真がなかなか撮れない、綺麗になったのだけしかまあ撮れない時があったりとか、違いがわからないんじゃねえなんて言ってましたけど、まあでもあのいろいろそういうところでお悩みの方なんかはね、あのお調べしていただいて、はい、ぜひご連絡をしてください。はい、はい、てなわけで今日はね、うん、てなわけで、はい、とても強い雨の東京ではございますが、でも九州とかやっぱり今年去年に続き熊本県とかまた大雨とかね、あっちの九州、ね、今こっちの方に上がってきてますけど、いやいやいや毎年毎年本当によく降りますね。そうですね、あの量がね、はいはいはい、あれはやっぱり地球が暑い言って汗かいてるんですかね。そうです、僕も暑がり、僕もそこにつなげてくる僕も暑がりで、暑がりですから、暑がりですから、はい、エアコン大好きです。エアコンね、はい、エアコンだよ。そうエアコンだよね、やっぱりもうね、はい、もうつけてますもん。あ、早いですね。そうですか。あ、そうなんですね。もうつけた。つけます。ドライでじゃなくて結構冷房、ちゃんと冷房で。あ、本当ですか。はい、もうさ、もううち洗濯物が乾かないんですよ、はいはい、ものすごくあのタオルとか使っちゃうタイプなんで、ものすごい量あるんですけど、この間先週なんか3日4日間雨で、あっという間にもう、山のような洗濯が溜まってしまって、頑張ってコインランドリーに行ってきました。あ、うち乾燥機ないのでもう外干し洗、専門なんで。でそこにね、こんな大きなカバンにさ、はい、タオル4枚とジーパンと T シャツが 5,6 枚とか、うん、小タオルも20キロぐらいあったんじゃない、濡れてる時。重たくて自転車でそれを運んで、はい、で洗濯機、乾燥機かけてる間に、あの鍼灸院、足の治療で鍼灸院、目の前だったんで鍼灸院で治療を受けてる間に回して、で乾いたやつ持って帰るという、その合理的な、なんちゅう主婦やっていう状態でそんなこともあったと思いきや、うちの家にヤモリが出ました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。夜中の3時にちょっとね、なんか目が開いて、あ、ちょっとじゃあトイレでも行ってみようかなってトイレ行きまして、はい、でトイレから扉開けた瞬間に上からボトって落ちたんですよ、何かが、ベタッっていう音がして、うっっつってパッと見たら、暗闇の中でも分かったんですけど、指先が丸くなった灰色の、これはヤモリではないか。でもちょっとあまりにもびっくりして、ドッキリみたいに上からポッって降りてき、落っこってきて、でパチッと止まったんですけど、でハハって一瞬ひるんだ間にササササってどっか消えちゃって、その後見てないんです、ヤモリさんって。いつもどこにいるんでしょうね、ヤモリさんって。どこいるんですかね。今のところに引っ越してすぐぐらいに結構見たんですけど。お、本当ですか、はい、引っ越した時に、引っ越してもうすぐの時に結構見たんですけど、もういなくなりましたね。いなくなりました、もはや守ってくれなくなりました。いやいやいや、どっかでこっそりとひょっこりと、ね、いるのかもしれないけど、
ちょっとね、あの壁にこうペタペタペタって歩いてる姿は昔一回見たことあるんですけど、あんな登場の仕方されちゃうとね、ああみたいな、ちょっと心臓に悪かったですけど、まあまあまあヤモリでまあ良かったかなとは思いますけど。そうですね。こんな時期だから出てくるのかな。そんなことない、梅雨時関係ないですかね、ヤモリさんって。関係ないんじゃないですか、ヤモリ様は。ヤモリ様はそうですか。まあまあそんな1ヶ月間でした。ああそうですか。はい、そうしかもう言いようがないよね。なんせまだね、気持ちが落ち着いていないのよ。落ち着きましょう。はい、落ち着きましょうかね。というわけでございまして、今日はまた何曲か、はい、もう生歌いで行こうかと、はい、お世話になります。お世話になってます。今日もですね、あのスタッフの方にですね、はい、記者会見状態のようにマイクが 1,2,3,4 本、はい、喋りのマイクと歌用のマイク、はいはい、そして大島先生のところにもおしゃべり用のマイクと演奏用のマイク、はい、はい、ありがとうございます。しっかりと用意されております。はい、こちらを使い、思う存分使いながら歌っていきたいなと思います。ちょっと朗らかな気持ちになりたいので、はい、ね、こんな曲からいってみようかな。にゃ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 、あ、オッケー、はい、あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ。私は誰より一番好きよ好きよ好きよ、好きよ好きよ好きよ、好きよ好きよ好きよ、好きよ好きよ好きよ。星たちが輝く夜更け、夢見るのあなたのすべて、愛してもあなたは知らんぷりで、今頃は誰かに夢中。ああ男の人っていくつも愛を持っているのね。私を悩ませるわ。あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ。私が誰より一番ダーリン。なんだい。また浮気してるの。ダメだっちゃ。私が誰より一番、私がいつでも一番、あなたのすべてが好きよ好きよ好きよ、好きよ好きよ好きよ、一番好きよダーリン。ダーリンです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 。いやいやいや、一発目は、ラムのラブソングという曲をね、はい、聞いていただきました。なんだかやっぱ落ち着かないな。弾いてます。はい、最初ちょっとごめんなさいね、またパーカッションの音を出しそびれてまして、あ、なるほど、エアーパーカッションになってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。これはさ、私小学生の時の、ね、歌だったわね。
ラムのラブソングうるせえやつらっていうのは知ってました、はい、大島さんは。知っております。知っております。はい知っております。見てました。見てました。はい、ラムちゃん、はい、あそうですね、ラムちゃんに興奮してた覚えまあ男の子は興奮しますよね、あの格好でね。あの格好はね、はい、今で言えばまああれでしょうね、ワンピースなんか、はい、みんなグラマーじゃないですか。そうです、ね、女子がなんでそんなウエストでそんなおっぱいがあるんですかっていう今の小学生たちあれでちょっと、はい、なんか興奮してるのかもしれませんね。ナミちゃん、まあ、大人も興奮してるでしょうねセクシーっつって大きいお友達随分そうですね、そうですね、皆さんそうですけど、はい、ラムちゃん可愛かったな。可愛かったですね。ね、あんなひょうひょうひょうや虎柄の、はい、お洋服で、そう、当たるに電気でお仕置きするって、お仕置きだっちゃーいうような、なんかなんとかだっちゃって言ってましたよね。言ってましたね。言ってましたね、はい、間違ってはいませんでしたね。もう合ってます、合ってます合ってるっちゃ、合ってるっちゃやだ、もう恥ずかしいって言いながらやってしまうんですけれども、いや今日ねスタジオに入ってみてね、まあ、実は YouTube の方でね、いろんな他の方のね放送を見てたりしても思ったんですけど、はい、葛飾 FM さんのかっちゃんスタジオの中すごいやる気出してるから、ね、やる気出してるこの横断幕というか、後ろの壁に素敵な葛飾 FM の、はい、何ですかこれ、タペストリーというか、なんて言うんですか、これカーテンというか、なんか横断幕というかいい色ですね、グリーンと白のチェック柄で、葛飾の蚊に蚊の点が水色で、葛飾の、はい、葛飾の鹿の蚊が丸がピンク、はい、で FM の F の横棒がオレンジという、はい、これま、あでもこれ前からある葛飾 FM さんのロゴね、ロゴこうでも可愛い、ポップで可愛いですよね、これとってもいいなと思ったんですけど、私の大好きなカレンダーが横に消えてしまったので、はいはい、いつも私この正面見て来月の放送はっていうの、今日は気をつけてこうマイクを、ね、マイクをくぐりながら来月の放送はってね先に書いときなさいっつうのねでもそんな暇がなかったのよ、今日忙しかったのよチャレンジしたチャレンジしちゃったからはい、まあまあまあそんなわけでね、うん、もうなんか雰囲気が明るいなと思って、とても素敵なスタジオになってますからね。そうですね、雰囲気変わりましたね。ちょうどいいですよ、大島さん今画面見たら、はい、黒い T シャツが生えてますし、はい、ね、緑のマイクカバーがちょうど緑ですし、あ、本当ですね。あ、坂上陽介スパイラルスパイダーズの T シャツを着ています。はい、はい、いつもやってる、いつもやってる、はい、坂上陽介さんの、はい、オリジナル T シャツ、はい、あ、熊の絵が描いてますけど、はい、熊は特に意味はございません、最近は何されてたんですか、大島さん。最近ですか、うん、何をして、あ、いや、音楽音楽ですか、音楽の方ですよ。音楽は、なんだろうな、制作系ですかね。制作作曲でも何か、あ、音を作ってるんですか、音源、音源作ってる、今月も、うん、こちらの、あ、はい、こちらの方が、あ、はいはい、まあ、曲を作ってるんですけど、うん、アレンジをしてるんですか。アレンジ、まあ、ドラムを、うん、ドラムの、なんていうんですか、エディットっていうんですか、とか、あとちょっとした、シンセ系とか、あ、はいはい、あ、なるほど、そんなの、ずっとやってらっしゃるんですか。お家の中で、お家の中で黙々と、はい、それはなんかいつか近日発売予定の作品だったりの一曲、それともライブのためになんかちょっと作ってるとか。あ、いや、作品のためです、う
ね、どちらかというと、まあ、じゃあもうアルバム何々あれアルバムなどの制作をちょっと始めてるような坂上陽介さんがいらっしゃるわけですね。はい、なるほど。何がしかで出るみたいな。何がしか。でもライブもなかなかできないし、ね、ワクチンはようやくこうね始まりましたけれども、はい、なかなかね、いつになったら騒げるのかというかあのね、ライブもやりたいですよね。やりたいですね。私たちはここでライブをやるというような感じではあるんですが、非常に、チャレンジのチャレンジで今日今日もう一曲、前半で皆さんに聴いていただく曲というか、一緒に知ってる人は一緒に歌ってほしいんだって、私一人だとちょっと不安です大島のりおさんが、この曲やりましょうってかリクエストをしてくださいました。はい、タイトルが真っ白、はい、真っ白スタートスタートライン、これはマッシュロ、何マシュマイレッシュ、何ですかそれはっていうね、すごいですよね、マシュマイレッシュっていうバンド名です。バンド名、はい、で漫画さん、漫画はショーバイロックですね。はい、今月ちょっと頑張って、ずっと曲を聴いておさらいで練習 してるんですけど、ところどころちょっと怪しいです。先に言います、うん、でも楽しく歌いたいなと思う、ね、私初めてですもん、こういうタイプのね、アニメさん の曲を歌わせていただく。結構この曲って、まあ、商売ロックってアニメということだけあって、はい、すごいロックですよね。そうですね、すごいロックっていうのはおかしいけど、ドラムがもうドラムとか、ね、フレーズ、あとギターとかでも結構ちゃんと、うん、ちゃんととかロックの、はい、なんかすごい圧が圧がと思って、あれ結構生音で入ってますよね。はいはい、そうですね、うん、そこ、うん、この曲のドラム、うんうん、暴れてますよね。暴れてかなりすごいから、大島さん今日ツインドラムで抱えて持ってきて叩くのかしら、もしくはツインカフォーンでやるのかなと思うぐらいすごく忙しい。忙しいですね。なんで選んでしまったんだろうって思いましたけども。私ちょっと不安なところがあるので、はい、まあそこはまた大島さんがふんふんとか言いながら一緒に。怪しい声で私をいざなっていただければと思います。この曲のファンの人たち本当先に謝ります、ごめんなさいでも頑張ります、頑張ります1ヶ月の中でなんとかここまでやってきましたが、じゃあ準備しますね。はい、せい、はい、いけるかななんとなくこう頭の中でイメージして、はい、では真っ白スタートライン、ワン、ツー、スリー、フォー、いつもより少し青い涙しかではし、おー、もう一回やりたい口が回らなかった。ワン、ツー、スリー、フォー。いつもより少し青い新しい空の色が眩しくて、寂しいだけじゃないから、風がほら前髪を揺らす、雪解けを待つ朝にさよなら、せわしない日々の中見つけ出すんだ、大事にしまってた思いの数だけ歩いてきたはずさ、もう思い出して何度も夢見た、知らないこの場所、
すれ違う人の波にララララララしてるけど、昨日よりうまく歩けたかな。街はまた表情を変える。立ち止まれないと言い聞かせては、果てしない道の中掴み取るんだ。ずっとあの日から探してきたもの、見つけられるかな。さあ歩き出して、きっと巡り合う未来があるなら、踏み出す一歩が僕らを結びつける。かけがえのないこの一瞬を刻み始めた物語。もう今までの普通の日が当たり前じゃないって気づいたの。ここにいるよ、伝えなくちゃね。変わらない言葉で今歌うよ。大事にしまってた想いの数だけ歩いてきたはずさね。思い出して何度も夢見た知らないこの場所、また見たことない何かが待ってるんだろう。違う旅路が出会う季節に動き始めた物語。ということで、ところどころやっぱり不安定な真っ白スタートラインでしたけれども、ありがとうございました。いやいや、なんか元気な曲ですね。元気ですね。元気ですね。暴れますね、はい、暴れはよく花粉でできますね。いや、大変でした。大変でした。でもいろんな曲なんかこう YouTube 越しとかで、どんどん勝手に流れていくじゃないですか。はいはいはい。いろいろね、いい曲ありますね。他にね、いい曲ばっかりですね。あれなんか曲を作ってる人ってその得意その手の方なんですかね。その手の方よくアニメのこう、曲を主に作られている方、もしくは普通のミュージシャン、なんか普通に作曲家さんで、まあ、はい、こう曲を提供しましたみたいな。あれ歌ってるのって声優さんたちが歌っているんでしょ。そうです、そうです。上手ですよね、声優さんたちって ね、はい、リズムとか、はい、あのポーンと歌うしね、声も個性的だし、ね、声優さんってね、本当やっぱ喉ができてるのかな、まあ、声とか、まあ、いろいろ発声がうまいんでしょうね。いろいろね、いろんな声が出せるしね。里見さんもできまくってますよ。いい喉は、喉は酒でできています。俺も酒でできてる。いや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 、ね、またちょっと
今日は特に遅刻もあったんで、はい、気が焦ってましたあれでしたけれども、また何かあの、はい、はい、私でもまだ歌えるというような曲があればご紹介ください。はい、はい、いっぱいありますよ。いっぱいあるな、怖いな怖いな、忙しい歌かな。いいよそうなんですよね。うん、でも 初チャレンジの知らない曲を一から、この曲覚えるときはほぼあのだから歌詞を耳で音で取って、そうあのいつもよりから始まる、いつもより少し青いっていうのを聞いて止めて、はい、書いてみたいな。そう、それでなんとかね頑張っていく、それで全部歌詞を自分で起こして、はい、うん、やったんですけどね、ありがとうございます、はい、最近は、はい、結構私のフェイスブックに、いろいろな初めての方がね、はい、いいねしてくださったりとかして、うん、やっぱこの番組を見て、なんか飛んできてくれたみたいな方々も、すごいいいですね、うん、いらっしゃるんですよね。だからまあ生放送の声はまあこの地域の方と、うん、あとはラジコっちんでしたっけあ、はい、違う、それは昔の話パソコンとかで、聞けたりとかねありますけど、はい、まあそれであと YouTube という形でね、やってますけれど、なんかすごく距離が近くはなりますよね、とってもね。そうですね、ラジオはもともと地域の人とか、はいはいはい、課長地域の方々とリスナーの方とのすごいこう近づきっていうのはあるんですけど、はいはい、そのネットでね配信されてるっていうことは、結構ネットだとちょっとこう遠い感じで、気持ちはすごくあるんですけれど、いろんな方がこうその先に世界の人が見れてるから、はい、うん、どんな人たちがって予想がつかないような方々がいっぱいいらっしゃると思うんで、だそういった意味ではちょっとこう生でこう今ラジオではいよって喋ってるのを今車その辺で聞いてくれている人はいみたいな、そうですね、そういう距離感とちょっと違う感じがするんですけど、それがその YouTube なんだか動画を見た後に、まあ、Facebook で飛んできてくれた人なんかは外国の方とかも来てくれたって、あ外人さん、へえ、うん、そう外人さん、そうなんですよ、あらま、英語ですか、英語でね、でもそれ一応ちょっと翻訳とか、はい、まあ、なんとかね、やるんだけど、へ、うん、結構ねそれにはいろいろ理由があるんですが、それはまた後でちょっとお話ししようかなと思うんです、うん、今日はね、まあ、そうやって皆さんにね、それでも聞いていただいている皆さんと楽しい時間をということで、本当に大島のりおさんとは、このカホンという打楽器と歌だけという何のこうねお飾りがない状態のでもすごく基本的なリズムと歌、ね、うん、本能的なそうサウンドということで、はい、珍しいと思うんですね、他の人はなかなかやらないと思うところで、なるべく皆さんのご存知な、懐かしい曲とかを、はい、まあ、ちょっとチョイスして、こう上物で鳴ってるシンセの音とか、はい、なんかこうねギターのフレーズとかを自分たちの中にこうミックスさせて、重ね合わせて楽しんでもらえたらなと思っているんですね、はい、うん、ということでいきますか。そう、それをまさに皆さんあってのこの曲みたいな、皆さんのあとは想像で成り立つ何を保険を打ちまくってるんだって感じそうなんですか、じゃあちょっとまた準備しましょうね。今日はねアニメソング特集なんですね。大島さんからはさっきの真っ白スタートラインというのをリクエストいただいたんで、はい、今月はアニメ系の曲をやってみようということで、はい、アニメの主題歌になった曲、はい、やったやったやったぜ
ということでこの曲も、とても代表的な曲だと思います。すごいかっこいいんだもんね。はい、はい、シティハンターの曲。あ、どうした、いやどうしました。あ、いや、よかった、かっこよかった、かっこよかったですよねこれね。はい、はい、じゃあそのはい、何を言えばいいのか分からなくなってしまったので歌いたいと思います。TM ネットワークさんのゲットワイルド。ワン、ツー、スリー、フォー。アスファルトタイヤを切りつけながら暗闇走り抜ける、チープなリズムスイングを任せても明日に怯えていたよ。 It's your pain, your my pain, your somebody's pain、 誰かのために生きられるなら It's your dream, your my dream, your somebody's dream、 何も怖くはない。 Get wild and tough、一人では解けない愛のパズルを抱いて Get wild and tough、 この街で優しさに甘えていたくはない。 Get chance and luck、 君だけが守れるものがどこかにあるさ。 Get chance and luck、 一人でも傷ついた夢を取り戻すよ。車のライトにキスを投げてはシャドウで踊るあの子、冷たい夜空をステージにして悲しくおどけていたね。 It's your pain, you're my pain, you're somebody's pain、 誰かのために愛せるのなら It's your dream, you're my dream, you're somebody's dream、 きっと強くなれる。Get wild and tough、 一人では消せない心痛みを抱いて Get wild and tough、 この街で自由を持て余したくない。 Get chance and luck、 君だけが守れるものを見つけ出したら Get chance and luck、 一人でも傷ついた夢を取り戻すよ。Get wild and tough、 一人では解けない愛のパズルを抱いて Get chance and love、 この街で優しさに甘えていたくはない。 Get chance and love、 一人でも慣れず穴どこかかにあるさ。 Get chance and love、 一人でも傷ついた夢を取り戻すよ。Get wild and tough、 Get wild and tough、 てなわけです。はい、ゲットワイルド。はい、もう最後、まあちょっと歌詞を一段飛ばしてしまいまして慌てて戻りましたが申し訳ございません、失礼いたしました。ありがとうございました。はい、やっぱりこの曲もライブ映像なんかで見ると TM さんのもうすごいあの壮大なセットの中で流れているこの曲がめちゃめちゃかっこよかった。大津さんのマイクが下がりっぱなしでした。ありがとうございます。パーカッション用のマイクと、ね、あのそうパーカッションを下げなきゃいけないのに、あ、なるほど、そうそう、今
そう、パーカッションが上がったまんまで大島さんのトークが下がったまんまという状態で失礼いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、でもこのビデオとか見ててもすごいかっこいいなとかって思って。はい、あの YouTube のリンクを教えていただいたじゃないですか。あれ見て、うわっ、うわって思って。かっけー。かっけー。あ、そう、昔あの小室さんに憧れて、はい、鍵盤始めた節もあるんですよ。クロスして弾いた。あ、そうだったんですか。そうなんですよ、それは TM ネットワークの時代の小室さんで、はい、そうです。Come on, let's dance。 ね、Come on, let's dance。 Whoa, 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 whoa。 あれとかかっこよかったね。はい、Kiss you とか好きでした。 Kiss you。 そうなんですね。そうなんで、へえ、それで始め、じゃあもう本当にシンセサイザーっていうやつの形でシャン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 こう弾いて、ピアノではなくて、そうですね、ふわーんとかなんかやったり、あ、そこまでは、あ、そこまでは、あのやっぱこれもないんで、あの安いキーボード、あー、昔あったな、でもそういうキーボードとかもね、はい、ここは持たなかったんですか。あ、これは行かなかったんですよ。これは違うか、これはアクセスさんでしたっけ。ギターバリこれ抱えるやつ、はいはい、抱えないでその定位置 で、はい、あ、そうですね、そうなんですか。でその時は何聴いてたんですか。やっぱりちょっとカバーやったんですか。 TM の TM の、うん、あのキャロルっていうアルバムがもう大好きで、うんうん、はあはあ、その中に入っててるのを結構コピーしてましたね。へえ、うん、キャロルの中に。キャロル、うん、そうなんだ。私はもう本当にそのカモンレッツダンスとかが入ってるやつの時とかで、はい、まあ、あれを、あ、でもあれが入ってたっていうよりはその武道館で TM ネットワークさんがライブをやって、はい、美里さんがコーラスかなんか入ってたかな、カモンレッツダンスって言ってると、で岡村康幸さんも初の、はい、多分だからエピックか何かのお祭りのライブだったのかな、はい、武道館で見た時に かっけって思いました。真っ白なステージ衣装だったかな、なんかそういうね、宇都宮さんとかスラッとしててね、うん、素敵だなと思ったよね。楽しかったな、のライブも。そうですか。そうですね、ライブは見に行ったことはないんですけどね。うん、そうですか。行きたかったです ね、まあ、またね、なんかね、あったらいいですよね。ああいうすごいもう大掛かりなというか、そうですね、あれはなかなかね、できないですからね、はあ、いいなということを思い出しながら。はい、はい、アニメシティハンター、シティハンターのね、はいはい、ゲットワイルド、ワイルド、ゲットワイルド、ワイルド、ゲットワイルド。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さてさて、6時50分となりましたので、あとね、残り時間がわずかとなってきました。今日って何かあったっけな。はい、はい、そうですね、最後にお届けする曲は私の歌をお届けしたいなと思うんですけど、さっきさ、はい、あの、まあ、Facebook で外国骸骨みたいな。ちょっとあれ。外国の、はい、方からも、あのメッセージなどをお寄せいただいた中に、はい、いや、なんでだろうと思ったら、やっぱり不思議の海のナディアパワー、はい、なるほど、あのアニメは本当に世界にやっぱりね、愛されてるんだなって思う。で、どっかから私をやっぱりこう、あの曲、はい、松下さとみって昔の漢字でね、松下さとみという名前だったところから、はい、拾って私のところにジャンプね飛んできてくれたんだけど、今松下さとみのさとみはカタカナでさとみとも書いてるのでね、ちょっと名前が変わってるから見つけにくくはなってるんだろうなと思うんですが、なんかこの曲が本当に好きでとかっていうこと でナディアも好きだし、うん、この曲も好きでとかっつって、はい、である人はその
森川美穂さんのブルーウォーターっていうのが、はい、ナディアの、NHK のドラマのオープニングテーマソング、はい、だったんですね。で、私はエンディングじゃなくてエンディングの後に海の中の生き物を撮影した、うん、海の映像とともになんかイメージソングみたいな、ありましたね、はい、そこで使ってもらってたんですね。そのリアルハートという曲を、はい、うん、最後にやけくそマジでもうそんなくそってね、まあちょっと楽しくまた最後にね締めくくりで、歌わせていただきたいと思います。花本と歌だけで、そしてあなたの心の中のサウンドで、はい、重ね合わせて聴いてください。イントロが欲しくなるよね。ワン、ツー、スリー。ちょっとだけ複雑な家庭環境、不幸に浸る気はないけれど、夢見ることも諦めることも感じることが人より多くて、変わった子だと言われてきた。大人が喜ぶことをしてみたり、聞き分けの良い子を演じたり、だんだん自分がわからなくなって、気がついたら素直になれない娘になっていたの。とりあえずとかそれなりにとか、見えないルールで縛るのはやめて、自由とか個性なんて言葉にはできないものでしょう。雲を見上げて、行き過ぎる靴音と聞いていた。焦ってるのに先へ進めない、言いたいことは山ほどあるのに、うまくは言えなくて、なんとなくとかそのうちにとか、隠したレールに乗せるのはやめて、決められた明日なんて今はまだ必要ないから、気がついたら一番嫌いな大人になりそうよ。なんとなくとかそのうちにとか、隠したレールに乗せるのはやめて、決められた明日なんて今はまだ必要ないから、とりあえずとかそれなりにとか、見えないルールで縛るのはやめて、自由とか個性なんて言葉にはできないものでしょう。
ありがとうございました。ありがとうございました。それではお別れの時間がやってまいりました。はい、今日もドタバタの感じで申し訳ございません。はい、松下さとみの音楽っていいなは来月6月の24日木曜日ですね、はい、お会いしたいと思います、はい、皆さんどうぞお風邪コロナコロナですか。コロナなど、はい、本当お体にはくれぐれも気をつけて、ね、また来月お会いしたいと思います、はい、お相手は私松下さとみと私大島のりおでした。それではまた来月まで音楽っていいなはい、お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。今日は本当どうもすいませんでした。いえいえいえ、よかったです。本当に間に合っては見たもののドッタバタのズッタバタで。いやいや、来ていただいてありがとうございます。こちらこそお忘れずに今日も来ていただいてありがとうございます。来月は大丈夫なんですか、大島さん。来月、もうスケジュール、ね、入れてもらってる。はい、入れてますよ。よかったよかった。え、今日ですかってことはね。なければ安心でございます。はい、いやまあちょっと、今日は、はい、うん、なんだか落ち着かない。皆さんをヒヤヒヤさせてしまって結局ね、自分もちょっと沈没気味みたいなのはい、なってしまいましたけれども、まあまた来月頑張るわ。来月何しようかな、はい、そうです ね。いろいろほらまたリクエストも他の方からいただいてたのにもかかわらずやってないというのも、はい、申し訳ないんですけど、できるものとできないものがございまして。はい、まあでも来月は梅雨のもうまあ雨の時期ですからね、はい、なんか雨にちなんだちょっとしっとりしたものも含めた感じで行ってみましょうかね。なんかね、じゃあまた考えなきゃな、何にしようかなってことでね。雨の歌、何か思い浮かぶものあります？雨、レイニーブルー、違う、終わったはずなのに。あ、もう、うん、難しい、あれいい曲ですね。いい曲ですね。レイニーブルー、雨しか言わないし、間抜かしすぎ。雨に濡れながら、あれ久保田利伸さんって なんかなかったでしたっけ。レインでしたっけ、久保田利伸さん。雨だっけな、レイン、雨、久保田利伸さんのレイニーブルー。違う。終わったはずなのに雨。久保田さんね、久保田さん、はい、あれ、レインの歌出てこないや。岡村康幸さんはレインっていう曲があります。あ、本当ですか。雨はとても避けられそうにない。結構そっちに行きたがり私。ああやりましょうよ、いいやりましょうよ。岡村さんの歌やりたいな。ああいいですね、やりましょう。僕もやりたいです。やりたいですよね、岡村さん、はい、じゃあ岡村さん特集にしますから。話があったから。そうします。いけないことか。この間でも岡村さんの曲1曲ぐらいやってましたっけ。あ、それは美里さんの歌を岡村さんが書いててっていうのでやったのね。あ、そうですね、そうですね。岡村さん、岡村康幸さん、はい、特集、特集いいと思います。いいですか、はい、じゃあ1曲だけレインは、じゃあ雨の歌っていうこと、はい、あ、まあ CD で、CD で雨の曲をかけて、
はい、あとは岡村さんで、はい、岡村さんの曲をお借りして、はい、はい、あ、いいですね。やりますかね、はい、やりましょう、やりましょう。じゃあ、ね、何やろうかな。結構ダーリン、いつまでも今日オーディションの日なんかいいな。でもあの岡村さんが書いた、はい、なんとか誠さんだっけ、あなたがなんとかなんとかなんとかだったんだんだんだ、まことちゃん、なんとかまことちゃんに書き下ろしたアニメの曲なかったっけ、はい、かっこいいのあったけどね。あ、もうあれだ、それだって名前が出てこないからねあ、はいはい、ありましたね、ありましたよね、ありました。でもちょっとまあできるかどうかはあれですけれどもね。20% ぐらいしか思い出せないなんとかまことちゃん、ねんちゃ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 ん、あなたが私をなんとか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 だったん、あなたが私を君、雨はとても避けられそうにないんちゃうね。まあ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 、ちょっと探してみるね。本当に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 ライオンだそっちに、そっちに行っちゃったね、はい、行っちゃったねまあこう恋の愛の愛の愛のなんとか愛なんだっけだな、なんかなんとか誠ちゃんでも出てこないよ川あ、川本、川本でしたっけ、川本、そうだよ出たよ、出ました、うん、愛の才能、岡村康之さん作曲、うん、作曲編曲愛の才能、うん、アルバム愛の才能、これはこれアニメじゃないのかな、間違えたね、 TBS 系カウントダウン、カウントダウン TV エンディングテーマ、なるほど、うん、だそうですね。うん、まあまあまあ、そういう岡村さんが他の方に書いてる曲もあるんだね。うんうんうん、はい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 、そうですね、はいはい、解決しました、よかった名前ありがとうございます、出ましたね、川まで出ました、川まで出ましたねそう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 、誠くっつきました、なるほど、よかったです、川本誠さんの歌ですね、誠って聞いてもうすぐに高橋誠さんが、ああやっぱりね、はい、イメージイメージやっぱボーイさんの、はい、ドラムですもんね、誠といえば、はい、岡村康幸、岡村康幸さんの作品は、作品、うん、人気、楽曲一覧人気表、うん、あ、そんなのあるんですか、なんか出てますね、でも人気表で順位はついてないですけど、ほほほ、グーグーチョキチョキ、僕だけの抜臭大好き、あー、はい、ブーシャカループ、あー、ブーシャカ、スーパーガール、はい、ラブタンバリン、あー、ビバ涙、友達のふり、友人のふり、あの子、僕がロングシュート決めたらどんな顔するんやろ、はい、あ、どんな顔するんやろ関西の方行きましたね、行きましたね、セブンテーン、モンシロ、いけないことかい、いけないことかいも好きだな、私、やりましょう、やりましょう、聖書、バイブルね、あ、バイブル、どうしたらいいんだろう、違う、ターザンボーイ、あー、へえ、青年14歳、暴れ太鼓なんていうタイトルとかもあるんだ、それは知らなかった、どうなっちゃってんだよ、人生頑張ってんだよ、ドッグデイズ、あー、いや、いっぱいありますね、19歳の密かな欲望、あー、ちゃーんちゃーんちゃん、不良少女どうかしてる、デート、ライオンハート、
そうですね、いろいろありますね。イエローとか昔それがレインだっけ。あ、レインは雨はとかいっぱいありますね。あ、いっぱいありますね。まあでもその中でもやっぱりこれだよっていう風なものが多分、はい、上がってくると思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさてということで今月は、まあ降りしきる雨の中お届けしました。5月の27日木曜日でしたけど、もう本当にあっという間に今月も終わりです。私結構そう今月もなんか本当にゆんだろうな、忙しかったんですよね。別にちょっと音楽系の仕事をすごくいっぱいやってるってわけではないんですけど、いろいろちょっと自分でやりたいことがあって、はい、その作業とかいろいろのをやってるうちにお休みなかったんですよ今日まで、ほぼ1日あったかなぐらいで。人間ってやっぱりぼーっとしますね、はい、なんかやっぱりこう休憩の日にちを入れないと、そうですね、おかしなことしてるんですよね大概で。でいろんなものなくしてるの。あれどこ行ったっけ、あれどこ行ったっけ、ここに置いてたはずの、はい、領収書がないとか、はい、資料がないとか。うーん、それ後で出てくるんですか。下駄箱の上とかにあったりとか、はい、あ、出てくるには出てくるんですけど、はい、なんでこんなところに置いてあるっていうような場所から出てきたりとか、何か作業しながらこう動きながらこうパサッと置いちゃうんでしょうね、はい、あ、それ系よくあります。よくやりますよくやりますダメだよねと思って、このぼーっとしてたら今日もちょっとミステイクが起きちゃったんだな前半だけはうまくいったんだけどな残念。いや、よかったですよ。ああ、違う車の運転の車ですか。車ね、車の運転前半良かったんだけどなって、後半の後半のねタワーぐるぐる巡りスカイツリー、あ、スカイツリーの、そうスカイツリー、はいはい、タワーって言っちゃったけどスカイツリースカイツリーの周りをぐる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 回ってでもスカイツリーさえ目指せばなんとかもう一回戻れるっていうねもんなんだけど、はいはいはい、今日はあいにくの天気で先っちょが見えないわけですよ、足元しか見えなくて、はいはいはい、だからそれも今日は重なりましたね雨でしたが、もう止んだのかな、どうですかね、夜止むんですよね。夜止んでまた、あ、そうなの、今日は夜止むって言ってました、言ってましたどなたかが、はい、どっかの誰かが、じゃあ帰りはまだ運転しやすいですね、はい、そうですね、ねという取り留めものない話をしてしまいましたが、じゃあ来月は岡村康之さんの曲をお借りしての花本と歌でちょっと、はい、頑張りたいと思いますので、頑張ります。また皆さん、ぜひお付き合いください、はい、ということでまた来月お会いしたいと思います、はい、それではさよなら、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 さよなら気持ち悪かったですね